はい、それではこの動画から実際にウィザリングルームズ実況プレイ始めていきます。新しいゲーム、あ、自動的にねセーブされるということで、ホラーアクション RPG ということなんですけど、ホラーがどの程度かも結構気になりますね。ナイチンゲールは父親によってモンスティン精神病院に入れられた。新しい患者は観察のため最初の夜をゲートハウスで過ごす。ナイチンゲールが最初に夢の中で目覚めた場所もそこだった。ほう、モンスティンゲートハウス。主人公がね、あ、この女の子なんですけど、まあ、どういう状況なのかも結構気になりますよね。物語もしっかりあるみたいです。左と右に移動、A で調べたりするっていうことですね。はいはいはい。十字架が刻まれた奇妙なコインを発見。2枚。コインは行為、明日のために用意。え、なんか急にラップやってるけど陰踏んでる。あ、こちら側から開かない。もう早速ガッて始まってるな。基本的にはね、やっぱりアクションの部分がかなり強いゲームだっていう印象、認識なんですけど、そんなめちゃくちゃ怖いこともないのかな。檻の中の死体、壁の穴を塞いでいる。え、一部の家具は、Y を押すと隠れることができる。 Y、 はい、隠れました。え、全然檻ごと歩いてるじゃん。入ってない。モンスターが通り過ぎる前は隠れてください。はい。あ、そんな、そのステルス要素っていうか隠れる要素みたいなのもあるんすね。え、これ、え、隠れるのやめていい？もう。やめてよさそう。しゃがむ。はい。コントローラーで遊んでます。忍び歩き。え、音とかの要素もあるんだ。じゃあ音聞こえるみたいな。振り子時計、鍵穴がある。ほう、 Y を押すとその扉からこっそり覗き見ができます。え、あ、向こうの様子とかを見られるってこと。こういうなんか 2D っぽいゲームで面白いシステムですね。読む。ミリー・アーウッド13歳、転換不適切行動。エマ・ベイノン14歳、ベガ・メイソン15歳。あ、ナイチンゲール・ウィリアムズ、多分これが主人公のことかな。舞台は1892年、その辺り1900年ちょっと前。そしてみんな若いな。13歳とか15歳とか。ナイチンゲールこれ15歳なのか。ほー、ん、いや違うな。なんか画面全体にちょっとノイズがかかってる感じもあって、まあ表現として、ん？閉めちゃった。入る。入るときは上を押すのか。なるほど。で、早速、そのあたりの花瓶手に取って、さっきの檻のモンスター倒しに行くっていう感じで。え？アルバート、私はなぜまだここに。え、これ隠れた方がいいの？なんかさ、あの、何？あの、武器的なもの、なんか対抗手段。あれ？あ、戻ってきた。あ、さっきのこっち側から行けないとかって言ってたやつだ。ところだ。これ一応開けた後も覗き見できる。わ、これ隠れてやり過ごした方がいいのかな。ん？読む。ゲートハウスの鍵。ダービズの精神は崩壊しつつあるけど彼はまだ使える。ダービズが庭を歩き回らないようにゲートハウスのドアには鍵をかけた。ほう。彼の背中に予備の鍵を打ち付けておいた。慎重に行動して。庭にも呪文をかけておいた。アンデッドはもう通ることができない。外に出たら出入り口の上で光ってる白い印を探して。呪文が効いていると印だから。ちょっと日本語変ですが。 Where am I? あ、なるほど。背中に確かに鍵ついてるわ。え、これやり過ごしてゆっくり背中近づいて鍵取るってこと？何その。斧くれ。その、戦う意志はあるぞ。隠れるのやめる。ん？鍵盗む。はい、取った。ダービズ、また鍵の置き場所を間違えたのか。どうしようもないやつだが。
お前の背中に釘で打ち付けておこうか。怖いセリフ。ダービーズってやつのその記憶みたいなことなのかな。ドア、あ、ゲートハウスの鍵で解除。ああ行きました。出入り口の上にある白い印、あ、上のなんかもやかかってるやつか。あ、 RB だ、走れるのか。電気の下になんか白いもやかかってますね。おお、あれ右上の変な白いゲージあったっけ、さっきから。こう、あ、この茂みにも隠れられる。もう完全に隠れてるわ。ナイチンゲールすっぽり隠れてる。素晴らしい。走ると大きな音がする。オッケー。まあ、序盤のこの操作説明のところですね。え、何、なんかめっちゃかっこいい人いるけど。え、住民たちってこと。話す。困ってるようですが、夢は初めて。私はベガ。きっとこんなの初めての体験でしょう。え、どんどんズームアップしていく。新しいメンバーが入るときはちょっとした儀式をします。つまり私たちは魔女。なるほど、夢の中っていう設定なんだな。はいはいはい。魔法は現実、信じないんでしょうけど。ズームアウトしていく。最初の魔女に会ってください。彼女がリーダーです。ファーストウィッチに会うということか。最初の魔女、かっこいい名前だな。ケーキ食べたいけど。壁際で佇んでるあの仮面の女の子がかっこいい。え、どうしてあなたがここに。いちゃおかしいのか。モンスティン精神病院の患者ですか。え、多分。ゲートハウスから来ましたか。多分。ここまで何の助けもなく来たのですか。まあ一応。嘘つき。はい、タイトルロゴドン。いやいやいや。主人公がわけもなく、トロロン。プロローグを完了する。あ、これ見えてないかも、画面で。実績解除しました。ナイチンゲールの意識が薄まるにつれ、炎の痛みを弱まっていった。主人公がいきなり全身燃やされてタイトルロゴ出るゲーム初めてだわ。目が覚めた時にはモンスティンハウスの奇妙な寝室にいた。だがそこはまだ夢の中だった。まあ、この夢から覚めるのがこのゲームの一番大きな目的なのかな、一応。今んところそんな感じするけどな。はいはいはい。調べる。正面に鍵穴がある。そう、なんかね、このゲーム、そのローグライク要素というか、なんていうんですかね。あ、大きな包丁。木を切るための単純な斧。え、ダメージとかそんな普通に数字で出てくるんだ。夢の中うんたらとかって言ってましたけど、物理ダメージ4、強烈な一撃、物理ダメージ8、だいたい倍だ。平行崩す衝撃 X。 そう、毎回ね、プレイすることにね、いろいろ変わるらしいです。ステージとか動いてない時に。おお、バックステップもできる。転がる。あ、こうか。いいぞ。あ、え、最初の敵？いや、なんか真人間っぽいけどな。話していい？誰？こんな現れ方をしたら怖かった。いや、どうやって現れたのかちょっと見てなかったけど、急にふわって出てきたね。新しい人が来たら観察して凶暴になっているのか確認して部屋から出すようにしている。マーガレット・ブラケット。父のロバート・ブラケットと共同でこの精神病院を運営しています。あ、そうなの？あなたはナイチンゲールみたいです。15歳。こんな若い女の子がもういきなり包丁を振り回すことになるのか。とんでもない騒ぎに巻き込んでしまってすみません。はい、いいですよ。私はあなたのような症例には詳しくないけど、もしかして全てが妄想だと思ってるんじゃないかしら。それは違うの。あなたはモンスティンハウス独特の現象に引き込まれた。それは夢、あるいは悪夢のようなもの。現実世界ではたった一夜でも、ここでは何週間分にもなる。わからないこと。あ、脱出について聞くか。夢から覚める方はまだ分かってない。え、そうなの。簡単に覚める人もいるけど、ここで起こったことはあまりよく覚えてない。全然覚めない人もいて、現実世界では昏睡状態の体がゆっくり腐っていく。え、よくない。夢で死んでも解放されない、また目覚めるだけ。なるほど。まあ繰り返しね、なんかプレイすることになるんで、どういう設定かなとは思いましたけど。危険について
夢に囚われた人の体が現実世界で滅びてしまうと、ここでは理性を失った生きた死体になる。あ、じゃあさっきのもそういう人たちなのか。そういうことみたいですね。夢での死は一時だけど、恐ろしいことには変わりはない。確かに。じゃあ魔法についても聞きましょう。霊の杖を使った。幽霊の杖。あ、なんか下にぼやっと出てきてるわ見落としそうな Y 字の枝が出てきてる。何そのひょろっこい。それが霊の杖なのか。手で杖を鳴らすだけでほんの短い間だけど幽霊みたいな動き回れる。おう、夢では魔法は本物なの。素晴らしい。ちゃんと学びたいなら最低のゴロつきのところに行ってごらんなさい。最低のゴロつき。この家は毎夜再構築されるけど、私は必ず書斎にいる。あー、そうか。この部屋の鍵を渡していく。私は別の道で出ていきます。急に敬語。死んでも気を落とさないで。見た通り死は一時のもの。死は最高の教師よ。行ってらっしゃい。わあ、すごい、消えられる。わっと。最低のゴロつきを魔術図書館で見つけてください。なんか鍵は別途。お、なって。これクエストみたいなの。あ、スタートでメモをチェックする。あー、メニュー画面ね。はいはいはい。あ、なんか薬とか、リングとか、兜とか、あと鍵。はい。あー、これマップなんだ。OK。あ、クエスト。メモしてる。最低のゴロつきかっこいいな。そのなんか、かぶってるもの。ベッドルームのコードナンバーが必要なチェストの中にあります。どういうこと？なんかちょっと、若干、日本語怪しいとこあるけど。覗き見る？いや、そんな、慎重なことはしない。ミニマップの切り替え。あー、おー、ほんとだ、ミニマップ、右上に出てくる。あ、これ優しいっすね。いいっすね。よ、とりあえず戦ってみるか。とりあえず、ちょっと待って。もう一回だけ、ちょっと操作せ、チェック。オッケー。素振り完璧。ん？誰か寝てるけど。読む。リボルノ。闇がリボルノの上に降りた。恐怖が始まる前、町には9人のパン屋、9人の公爵、6人の神父がいた。そして4人の神父が焼身自殺した。ん？最終的に何人残ったでしょうみたいな。あ、本当にそういう感じかも。これ計算した方がいいのか。4人の神父が焼身自殺して2人神父が残って、神父がそれぞれ2人の公爵を生体解剖したってことは、1人につき2人、殺したみたいなことなのかな。まあ、だとすると、まあ、552かな。ちょっと入れてみよう。あー、びっくりした。何？ちょっと待って、これ今やってるから、びっくりした。そんなことあんのか行け。あ、開いた。あ、魔術図書館の鍵。あ、もういきなり手に入れたわ。ピーターは、悪魔を召喚して命令を実行する方法を記した馬鹿げた古本のために大金を費やした。結構その、アイテムごとのその、楽にしてやるか、とりあえず。いやちょっと待って、強っ。相手の体力が見えない。あ、下に書いてあるか。よし、このバックステップで、どうにかしていく。これ、間合い測っていけ。慎重な、プレイ。素晴らしい。死体を探してください。貴重品が見つかることがあります。何も書かれてない、用皮紙。呪文を作るときに使う。わかりました。生きた死体の汚らしい指。奉納の儀？腐った指？そんなの取ってんの？守りのろうそく。はい。呪いによるダメージを少しずつ癒す。呪い。付近の罠を解除する。火がついてる間、霊や魔法の鎧はその近くを通れなくなる。守りのろうそく。なんかいろいろあるみたいだな。ゾンビ。コレラ患者。シーツでくるんでも匂いまで抑えられない。すごい、スケッチしてる。スケッチなのか、こいつが自分自身のデータを持ったのかわかんないけど。スタートボタンで、使えます。あ、これか。あ、ショートカット設定とかもできる。あ、こういう感じね。あ、守りのろうそくとかよくなんか使えそうな気がするから、ショートカットはこうやって出すのか。あ、同じキーで出す。 OK。 ちょっと体力が少なくなったら使ってみよう。黄色のろう、制作魔術、黒
カスという草で色をつけたろう。呪文を作るときに便利。呪文を作る、ゴロスキに聞かないと分かんないな、多分そのあたりは。調べる。君の悪い人形。気味が悪いが害のない子供用の人形。おとりにしたり宙を引きつけたりするのに使う。そうなの？ツール。あ、これか、道具。これも一応ショートカットに入れとくか。うん。ちょっとこの包丁である程度戦えることが分かったから、いけそうだな。誰が来ても。あ、なんかそのひときわ生えてる植物とか、なんかアイテムっぽいけど、違うか。もうレッドハーブ的な。あ、調べる。ん？あ、なるほど、わかったわかった。この、引き戸っていうか、あれ、なんだ、棚みたいなの調べてんだな。OK？ で、マップ見てみると、はいはい。読む。ウェールズの田舎町の豪邸。これ、物語としての補助もあったりするっぽいけど、これで物語が描かれるみたいなね、あるけど、普通に謎解きで使うこともあるんだな、さっきみたいに。さて、とりあえずこの廊下、クリアするか。来た、新しい敵だ。ナイフ持ってる。ていうかさ、僕のこのバックステップはいくらでも使えるのか。いいぞ。これ見てよ、この戦い方。もうすでにナイチンゲールをものにしてる、これ。素晴らしい。ノーダメージ。空っぽの瓶。傷を覆うガーゼ。出血状態とかは治す。メイド。ナンバーワン。シャルロットはいつも台所で助けてくれた。ああ。みんな図鑑持ってんだな。割り当て、こっからはできないか。オッケー、じゃあ一応こまめにやっとこうかな。その出血うんぬんとかもよ、ガーゼとかもね、手に入れたら。はい、調べとく。空白の巻物。ん、このなんか鎧動き出しそう。大丈夫か。じゃあさっきの感じからいくとさ、ちょっとびっくり要素みたいなのも多少あるな。一応端まで来たけど鍵がかかってる。オッケー、じゃあ適当に開けてみるか。来室、ん？なんだ、ちょっと待って、隠れてみよう。え、ちょっと待って。え、今見た？チャカを持って、やばい、もうやるしかねえ。え、殴ってきた。え、使い方違う、全然。いやい、ちょ、待て待て、なん、全然想定してる戦い方してこない、こいつ。あ、赤色のローが。ちょっと待って、その右手に持ってるチャカを拾うんだ。だ、あ、これダービズ。あ、ダービズは罠を仕掛け直すの忘れた。はい。その銃取ってほしいな。無理。あとまずいかも。ちょっとこの回復のロー使ってみるか。これもしかしてさ、体力回復するってわけじゃないのか。ジェフじゃ回復してる？いや、そんなことないな。ちょっと待って、回復のロー、なんか名前だけで使っちゃったな。あんまちゃんと読んでなかったっていう話。ちょこれ、やっぱこれ、魔除けみたいなもんなのか、これもしかして。いや、ちょ、カバー外す。何これ？はい。え、何それ？鏡のカバー外すって怖いな。やべえ、これ確かになんか傷回復すると。でも守りのロー、まあそうか。ウェルズの豪邸。はい、この辺りもしっかり読んでいきたいところだけども、アルフレッド・モンスティンっていう人の話が書いてますね。石炭採掘、帝国を築き上げた。ほう、ウェールズの田舎町。調べる。守りのろうそく。ちょっと待って。じゃあ、守りのろうそくの効果。呪いによるダメージを少しずつ癒す。まあ、呪いのダメージじゃなかったもんね。めちゃくちゃ、この、フィジカルなダメージというか。あ、ちょっと待って。その、ハテナマークついてるのなんだろうな。なんかまだやることあるよ、みたいなことか。調べる。ちょっと待って。ん？木
木を切るための単純な斧。普通の斧だ。少し扱いづらい。ダメージ5。出血が確かになんかより多くかかるみたいな感じだな。出血ダメージが強い。ダメージも強いからこっちにしてみるか。なんだ、振りが遅かったりするのかな。あー、なんか溜め攻撃がちょっと違う。あ、なるほどね。おもろ。この武器ごとにちゃんと動きとかが、え、大理石のギャラリー。あー、これしかも白いマークついてる。ここ安全だ。え、ってことでいいんだよね。う、誰？